はい、こんにちは、人造です。今回はね、武藤遊戯、強化されたんで使っていくか。で、まあ、強化された点としては、このスキルが、確か3コンボ重ねになったのかな？で、リーダースキルが悪魔タイプ全パラ3倍、HP 3倍、攻撃回復2倍だったのが、全パラ3倍になった。まあ、いいね、すごくいい。で、毒ダメージ無効回復に5個つなげて消したら攻撃9倍の固定600万。まあ強いよね。まあ普通に強い性能してるんで。今回ね、どこ行こうかって考えたときに、まあ俺は結構ね、普通になんだろうね、裏マローとかさ、飛行場の絶対者とか、その神秘の次元、最近だと神秘の次元とか、結構ね、俺は いけないというか、申し訳ない。ちょっと実況者としては結構ね、致命的ななんか、その、いけないっていうか攻略あんまできない感じなんで、まあエンジョイ実況者なんで、ちょっとね、まあ今日は、ちょっと3人ワイワイ行くか。ちょっと今、噛んだけど、3人ワイワイ行こう。3人ワイワイのさ、この裏闘技場？裏烈火の化身とかちょうどいい難易度かなと思って。そう。まあ結構ね、まあ俺は結構、そんな感じで 楽しんでやっていくみたいな感じなんでやっていこう。で、まあ、結構ね、まあ、あれだよね、裏マローとかも、飛行場とかも、まあ、楽しんでできるんだったらさ、やってて楽しいんだったらいいんだけどさ、ちょっと俺、難しさが勝っちゃって、難しい方が勝っちゃって、ちょっとできないんですよね。で、継承雲耐性。で、アンヌビスイン、ネレの武器。で、バルディターン、バルディターン。で、モリグーにこれ、これ、これなんだっけ？これ本当に忘れちゃう、この武器。ミラボリアスじゃねえわ。モンハンの武器です。ごめんなさい。アルラットにドロキョウ。で、マトウさんにアマコズメかな。やってこう。いや、人集まるかな。こんな時間にやってる人います？やってる人、いたね。来た。よし、よろしくお願いします。封印大丈夫かな、これ。ああ、よかった。OK。で、封印弾きます。で、回復力現象食らっちゃったか。まあ、でも、別にこれは、まあ、誰かがかき消してくれるのかなっていう。これで、まあ、行って、これでいいかな？で、回復いっぱいしてほしいな。そっか、回復が乏しいか、これ、今。ちょっとまずいか。まあ、これは倒せるか。これは倒せるよね。で、お相手さんは、羽川さんと、ロイヤルウォークか。いいね。で、わあ、俺結構ダメージ食らってんな。ともちん、おともちん、と、と、と、うん、よろしく。よろしく。よろしくね。うん。結構いいね。この、遅延も結構振ってらっしゃってていいじゃん。で、OK。で、行ってもらうかな。まあ、普通にあれか、マーベルだったら、羽川マーベルだったら結構安定して勝てるよね。この、裏烈火。いけるよね。で、いいな。いいな、ロイヤルウォークとか。いいね、ナイス。お、結構いいじゃん。チームワークよくね。チームワーク良くないか、これ。で、これ名前見るのが楽しみなんだよ。3人ワイワイってさ、名前が面白いじゃん、なんか。名前たまに面白い人いるからさ、結構さ、編成とか、アクティブ。お、アクティブいいね、アクティブ。アクティブにやってこうぜ、アクティブにやってこう。OK。で、お、いいね。おー、すごい。めっちゃヘイストする。めっちゃヘイストする。うわ、すごい。うわ、アクティブ。スキルの使い方もアクティブやな、この人。アクティブすぎるだろう。行ってもらって。OK かな？ OK でしょう。OK、L 字も組んじゃった。あ、いいね。L 字組んで、OK。で、あ、全員10コンボ。全員じゃねえか。ほとんど10コンボ強化持ちか。いいじゃん。行ってもらって、いいね。いや、強いな、やっぱ、ロイヤルウォーク。と、この系、ノーチラスとかロイヤルウォーク系、めちゃめちゃ強いな。で、俺、固定600万あるから、一応、カンストさせてから固定ダメージ入れたいんだけど、そんなことできるかな。ちょっとごめん、ちょっと一旦食べていいかな、俺。ちょっと回復もさ、回復取って、OK、これで。ちょっとごめん、ちょっと一旦待っていいかな、俺。ごめんなさい、ちょっと、ごめんね。ちょっと回復優先したいんだ、俺。回復優先したい。ちょっとごめんなさい。あと5ターン猶予あるんで、まあ、大丈夫かな？ OK、回復して、OK。ちょっと貯めたいな、俺。ちょっと貯めたい、OK。
ともちん、ともちん、これちょっとともちん、ともちん、ちょっと触れづらい名前してるね。ちょっと、うん、あのアットの次がすげえ触れづらい名前なんだけど、うん、まあまあいいでしょう。で OK、 ちょっとこれは光が無理だったな。うん、まあいいでしょう。溜めてこう。オッケー、で、ルーレットも解消していこう。アクティブ。アクティブはアクティブすぎるから、これいっちゃうんじゃないかな。オッケー、変身してもらって、オッケー。で、いけるかな、まあ、これか、多分ね、乾燥した後に追い打ちが入ると、多分ね、行くんだ、これ。行くよ、これ。大丈夫?おい、繋がっちゃう。オッケー。ナイス。うまい。で、これで、多分乾燥するよね。誰かが乾燥して、あ、行かないか。うん、まあ、いいか。で、俺が仕留める。俺が列組んだらいけるか、これ。あ、でも、指現象食らう。待って。指現象食らう。きついな、これ。うわ、待って、何秒?3秒か。ちょっとこれ使うか。なんか何かしらスキル使うか。これ使おう。ごめん。ちょっとこれで闇増やして。OK。これで、OK かな?これでいいか。これでいいや。闇は取り出したか。OK。これで、マトウさんが変身できるかな ?OK でしょう。で、ドンと。OK。いいね。固定王子の強さってやっぱ半端ねえな、やっぱ。半端ない、パない。で、ノワール。ノワールで、はい。ともちん、これ、もう安定してるね、これ結構。パーティーが安定してるわ、結構。いいね。で、で、俺ね、ちょっとね、突然宣伝しちゃって、ちょっと、うざいかもしんないけど、ツイッターやってるんですよね、ツイッターさん?ツイッターさんとかしいな。ツイッターにさんつけるのおかしいな。ツイッターやってるんですけど、まあ、フォロワーさんもまあ、ありがたいことに、まあ、10人ほどはいるんですよ。結構、ま、宣伝も、功を奏したのか、結構ね、まあ、13人ぐらい、まあ、フォローしてくれてるんですよ。こんな僕でも、フォローしてくださってて、まあ、良ければね、説明文からフォローできるんで、よろしくお願いします。で、アクティブこれ、帯体制、ともちんが帯体制なかったか。で、んー、まあ、5ターンだから全然大丈夫か、でも。OK。いいよ。いいね。いいよ。で、あ、まだデバフ食らったか。デバフ食らっとった。これいけねえか。いけたらすごいけど。まあ、いけるんかい。強っ。めちゃめちゃ強いじゃん。フドミョンね。フドミョンちゃんか。これ、フドミョンちゃん。俺、いけんのかな。マトウさん使うか、とりあえず。あと行ったんか。ごめんなさい。まだ、あと行ったんだった。待ってね。これさ、ちょ、ごめん。回復するわ。一回回復するわ。回復に専念する。ちょっとこれ光取っといてあげるか。ごめん。これちょっとさ、これ、回復し専念して。お、回復。ナイス回復。オッケー。で、攻撃来るっけ?あ、攻撃来るんだ。で、ともちんが、これ、行ってくれるような気がする。多分。で、闇が足りないか。光が足りないか。ちょっと。うん。ちょっとしゃあないね、これは。いや、俺はね、最近ね、すげえモンハンやってんすよね、モンハン。モンハンめちゃめちゃ楽しいね。結構昔からやってたんですけど、モンハンライズかね、今、モンハンライズやってんすけど、いや、めちゃめちゃ友達とやってんすよね。結構最近ね、友達、モンハンが好きな友達とやってるんですけど、いや、その、友人とやるモンハンってやっぱ一番楽しいなっていう感じする、すげえ。わかります？なんか、すげえ盛り上がるじゃん。すげえさ、自分たちがさ、自分の HP が、とか相手の、友達の HP が、なんか、あ、やべえ、なんか、ミリしか HP ねえとかいう時に、粉塵使って、あ、ありがとうみたいな。そう、ああいうのいいねっていう。ああいうの面白いよねっていう。あるよね、やっぱ。で、そういう話、それだけなんですけど。
うわめちゃめちゃ火力出んな。すげえ。煩悩断絶。はあ、煩悩だらけですよ、僕。わあ、消せないか。で、マットさん溜まってるんで、もう早速使って。で、5個でいいよね。5個でいいもんね。OK、5個でいいから。うん、まあ、これでいいかな。いけるかな？列ないと厳しいか、これもしかして。列ないと厳しい系。お、L 字ナイス。で、列ないと厳しい？いけるかな？いけるね。OK、OK。ナイス、ナイス、ナイス。あ、ありがとう、ありがとう。このアクティブが優しい。アクティブが優しい。アクティブちゃんが優しいね。で、軽くマタル。オッケー。バシュマキムカキサメケースだよ。何言っとんこいつ。で、オッケー。トモチンはこれ。板野ともみちゃん。板野ともちんは、いけるかなこれ。L 字してほしいな。お願い。L 字して、お願い。あ、ナイス。ありがとう。L 字してくれた。優しい、優しい、優しい。オッケーオッケー。秋元優しいな、これ。L 字ないじゃん。L 字ないじゃん、これ。L 字なかったんかい。いや、優しいなと思ったんだけど、優しいなと思ったんですけどね。まあ仕方ないか。ちょっとまあ、あれだったか。いや、L 字なかったか。で、ぬとちゃんね、ぬと。ぬとぬと、ぬとぬと。あー、そう。このスキルで思い出したけどさ、夏祭り来るね、もう、の、夏休みか。夏休みガチャ？夏休みガチャかな？夏ガチャ？水着ガチャ？来るね、もうすぐ。もうすぐ来るじゃん。いや、めっちゃ楽しみやな。でさ、あのさ、生放送も決定したよね、なんか、7月12日だっけやん。7月12日にさ、あの、生放送が、ありますっていう発表あったよね。いや、それも楽しみだな、結構。結構ね、コラボ情報とか来るみたいなんで、コラボ情報。なんか言われてんのが、なんか、ハガレンがもしかしてみたいな感じあるらしいで。なんか、ハガレンがもしかして来るかもしれないみたいな感じのなってるらしい。ハガレンか、鋼の錬金術師か、ヒーローアカ？ヒーローアカデミア。僕のヒーローアカデミア。どっちか来るんじゃねえかなって言われてるらしいね、これ。いや、俺全然、なんか知らなかったんですけど、そういうの。なんか、ちょ、これ、忙しいな、これ、パズル。光残してあげる。光残してあげる。オッケー。で、L 字組んで、10コンボ、オッケー。10個も出たらいけるかな？いけるね。オッケー。で、まあ、ハガレンか、あれが来るみたい。来るみたいっていうか、ハガレンか、ヒロアカ来るのかなっていう、コラボ来るのかなっていう予想をしてる人はいたかな？確か。ツイッターとかで。いや、でもね、ガンホーはね、何が来るかマジでわからん。マジで予想の斜め上行っちゃうから、予想の斜め上行くんで、コラボ何来んだろうな。シンカリオンとか来んじゃん。突然シンカリオンとか来るかもしんないから。本当に何が来るか分かんない。本当に予測ができない、全く。なんかガンホーさんのさ、考えてることが全く分かんなくて、その予想のなんか本当に、170度上ぐらい行くんですよ。結構。行っちゃって、本当何来んだろうな。あ、ナイスナイスです。本当何来んだろうなって感じで、まだ何も分かんなくて、本当に、まあ、まあ、本当に来たらいいなっていう感じ。でも本当にヒロアカとか来たらめちゃめちゃ嬉しい、俺は。ヒロアカとかハガレン来るんだったら俺はすごい嬉しいね、やっぱり。で、リーダーチェン欲しいな。リーダーチェンジ体制欲しい。この子めっちゃ欲しい、俺。この子不足してるんだよね、俺。そう、この子が不足してるから、まあ行きたかった、裏レッカー行きたかったっていう、まあ感じもあったかな。で、やっぱり皆さんのさ、需要ってやっぱり、気工場とかさ、あれかな？神秘の次元とかかな？やっぱり。いけるもんね。普通にさ、遊戯、的遊戯ってさ、あれだよね。いけるもんね。やったリーダーチェーン落ちた。普通に、気工場とかさ、なんか、神秘の次元とかいけるもんね。的遊戯。的ループの遊戯とか。いけるからさ、まあ、俺もワンチャン編成、組め次第ではいけるのかなっていう気もするけど、どうでしょうねっていう感じ。あ、ちょっとこれさ、どうしようかな。これまあ6ターンでまた帰ってくるんで、これ撃っちゃおう。で、向こう張って、おー、ナイスくれた、ありがとう。優しいな、アクティブ優しい。アクティブが優しすぎる。タイトルあれにしよう。アクティブが優しすぎるにしようかな。アクティブが優しすぎたにしよう。で、オッケー、これで、ま、11、12、13。で、12コンボ。おー、いいね、火力。
めちゃめちゃ軽く出るわ。14回、マイネちゃんね。いや、こっからの黒ネね、やっぱきついよね、これ。マイネ黒ネムーブ。やばきついよね、これ。マイネ黒ネムーブ、やっぱ改善してほしいわ、これ。まあ、結構ね、だいぶ前で言うと、茨城同士の、楽趣味茨城かな？楽茨城っていうさ、知ってます？多分ね、最近始めた人ってね、多分ね、最近やった人は多分ね、楽茨城っていうのね、多分、楽茨城ムーブっていうの、あんまり知ってないのかなっていう、知ってないのかなっていう感じするんですけど、そう、あったんですよ。昔、裏闘技場っていう、1の裏闘技場、普通の本当のシンプルな裏闘技場で、あったんですよね。いや、まあ知ってるっちゃ知ってるかな。知ってる人は多いよね。多い気もするけど。そう、それがね、やっぱりきつかったっていうのはあるね、やっぱり。で、あ、出なかったね。黒ね出なかった。で、神羅万象チョコ。こいつは神と両角。ルーレットめんどくせえな、これ。ルーレットちゃんがめんどくさいですな、これ。まあ別に、まあ問題ないかな、別にこのルーレット。いいね、このスキル。これなんだっけ、あれだね、あれかな。カンバルか。カンバルさんか。いやー、化け物語の武器もかなり強いよね。めちゃめちゃ強いよね、これ、かなり。そう、化け物語も復活したらいいのかなっていう感じする。物語シリーズか。物語シリーズもね、復活したらすげえ盛り上がると思うんだけど。どうかな？どうかな、ガンホーさん。で、天の陰り。イザナギね。イザナギ。天地万物の石。オッケー。属性吸収。闇か。闇だと思ったけど、これ、撃っちゃっていいのかな？今後属性吸収来るっけ？もう撃っちゃっていいこれ。ごめんなさい。めんどくさくなってきちゃった、これ。これもらって。いや、なんかすげえ、荒ぶってる、パズルが。パズル荒ぶってる。いやー、まあまあ、ごめんなさい。ちょっと若干ミスったけど、いけるかな、これ。OK、いきます。さあ、17階がブラフマーね。OK。なんだこのブラフマーのイラストいいね。右手、左手赤くて右手赤いみたいな。右手青いね。右手青いっていう。マスターハンドとクレイジーハンドみたいな。いいね。で、こいつは何してる？今、50% 盾か。いいね。全然いけると思う。これ。火力でご利用すると思うな。で、行っていいよ。無効貫通。いける？頑張れ。ずれてる。ずれてます。ともちん。板野智美さん、ずれてます。オッケー。行って、あと1コンボ。あー、でもいけるこれ。いける。全然いけるわ。強えな。やっぱ、裏劣化適性高いな、この、羽川マーベル。どこでもいける感じすんな、やっぱ。こういうダンジョンだと。羽川マーベル。で、ゴエティアね。ゴエティアか。俺はまあ、応援するしかないかな。このアクティブか。アクティブを応援するしかねえ。で、行ってもらっていいよ。で、水取り出して、ナイス。オッケー。で、レッツじゃない、L 字か。L 字側の方が軽く出るのか。この子いるもんね。スタメがいるもんね。で、オッケー、火力申し分ない、オッケー。で、19回、もう19回か、シバドラちゃんね。シバドラか。やるしかねえな、これ。やるしかねえ。で、こいつは、マトウさん使うのが安定でしょうか。だよね。オッケー、使って。でも正直俺は、あと1回でさ、もうクリアするじゃん、クリアってか。あとラードラか、読みドラだから、もう俺スキル使っていい気がすんな、これ。結構どんどん。ちょっとここに作っちゃうから、あれなんですけど。まぁ、ちょっとごめん、行くわ、これ。行ってきます。違うな、これなんだ、こうか？ OK。ちょっとずれちゃったけど、まぁ、コンボ加算はあるんで、OK。いけるかな？オッケー！強えな。強えな、的遊戯、やっぱ。あ、読みドラ来たか。めんどくさい方来たな、これ。軽月の輝き。めんどくさい方来た、これ。
いや、これ一人だったら本当に辛かった俺。多分。で、ともちん。ともちん、属性吸収あるかな？あるな。あるある。属性吸収は？あんな？うん、あんな。あんな、あんな。土屋あんなだ、これ。で、いける？これ、頑張れ。半分まで削ろう、頑張って。いける。オッケー、ナイス。もうそれでいいんじゃない？オッケー。いいね。やっぱ裏裂解もまあ結構3人でいくと簡単な気もするわ、やっぱ。やっぱパーティー次第ではあるけど。相方さんのパーティー次第ではあるけど。お二人さんのパーティー次第ではあるけど。オッケー、いいね。あ、でも待って、属性吸収水が入るぞ、これ。あ、でもこれがあるわ。フローズンスイングってやつ、めっちゃ強い武器がある。この武器何でしたっけ？めっちゃ武器強いね、これ。2ターンダメージ吸収、属性吸収、無効化の2ターンダメージ無効貫通、めっちゃ強いね。めちゃめちゃ早くちゃった。めっちゃ早くちゃった、俺。で、L 字組んでもらって、いやー、素晴らしい。いや、よかった。いや、ありがとう。拍手拍手。いや、みんなで生還できたら嬉しいな、これ。みんなでクリアできたら嬉しい。いやー、いいね。オッケー、ありがとう。ありがとう。ありがとう。ともちん、相変わらずナイス押してくんねえんだよ。ともちんも相変わらずナイス押してくんねえんだよ。押してくんねえんだよ。で、俺はこれでいいかな。もう、ここへして。これでいいか。もう固定ダメージで、はい、今、いけますよ、と。オッケー。ありがとう。オッケー。あ、ともちん、ありがとう。ナイス押してくれた。結構普段から、ちょっと、引きこもりがちだったともちんがナイス押してくれた。で、遊戯。まあ結構ね、景品がないのが本当に、あれだったかなっていう感じがする。俺はちょっとね、HP2 倍軽減とかの方が、俺はだけど好きなんですよ。HP2 倍で軽減とかの方が俺は好きだったんですけど、まあ全パラ3倍っていうのは本当に破格の性能してるんで、破格なんで、結構ね、まあ強い性能になったかなっていうか、さらに強い性能になったかなっていう感じするかな。よし、終わろう。じゃあね。